皆さんこんにちは、ずんだもんです微積分講義第38回を始めます明治大学 FMS 原先生の提供でお送りします第38回はですね、偏微分という話をしたいと思いますで、今、多変数関数、特に二変数関数を中心にやっていくんですけれど微積分の講義ということですので二変数関数をどうやって微分するんだっていう話です この第一部ではではすね、変微分というのをちょっと説明したいんですけど普通に考えてですね x と y の式で変数がこう混ざったような式で関数が表されて「微分してください」って言われたらどうするかなって普通に素朴に考えると x についてだけ微分するとか y についてだけ微分するとかそういうのちょっと思いつくと思うんですけどあのぶっちゃけですね変微分ってそれなんですよね。 なのでここにも書いてあるんですけど fxy っていう関数があるんだけど x についてだけ微分しましたとか y だけ微分しましたっていうことを変微分と言いますでこれは名前がね変微分とかいうとなんと言ってもちょっとかっちょいいじゃないですかただの微分よりね。話としては多変数関数になっちゃったからどれかの変数についてだけしか微分できないんで。 しょうがなくそういうのを考えて変微分と呼ぼうと別に怖くないですよ。変微分係数 x についての変微分係数っていうのはじゃあどういうふうに考えればいいのかということなんですけどあとでももう一回ちゃんと書きますけれどもともと微分係数っていうのは平均変化率のリミットを求めればいいのでここはだから f x b とか書いてみて b は定数だとそしたら。 x たす h とというのとただの x のを引き算してそれを h で割れれば平均変化率ですね。でその h 矢印0のリミットが微分の基本的な考え方なんですどこにたす h を書くかということがあって今は b が定数で x のところに書いたということで第一変数の x についての変微分係数になりますね。第二変数数の方を定数だとみなしてます X を変数だと思ってえ X について微分するとそれを X についての変微分係数と呼ぶとそれだけのことなのです次に進みますまず形から入りましょう記号についていきたいと思うんですけどこのこれですねこの記号を使いますこの記号は読めないと思うんですけどこれは数字の6を左右ひっくり返して書いた形なんですシンプルには「出る」と呼んだりします D を丸っこく書いているということで、ラウンド D という呼び方もあります。数式半分にアプリのテックを使っている人は、バックスラッシュのパーシャルという書き方を覚えておいてください。雑談ですが、このパーシャルというのは部分的なという意味です。多変数関数だと偏微分と全微分というのがあって、偏微分はパーシャルな微分だという扱いです。全微分については第2部で説明します。ちなみに、 冷蔵庫にパーシャルとかそういう名前の機能があったりしますがこれはパーシャルフリージング部分凍結の訳語で微妙に凍結させた状態にすることだそうです実規格ではマイナス3度程度の温度で物を凍らせることを言うようです話を戻します関数 fxy の変微分を表したい時はこのラウンド d を使った微分の式を書けばよいですこれがその書き方ですね これの読み方はいろいろ流儀がありそうですが、下からラウンド DX、ラウンド DF のように読むかなと思います。上からラウンド DF、ラウンド DX のように読んでもいいでしょう。分数ではないので、分のとは言わないと思います。F の前にこういうふうにつけるときは、ラウンド D、ラウンド DX のように上から読むような気がします。その他にも、もう少しシンプルに関数 F の右下に小さく X を添えるという、そういう書き方もあります。 x を小さく添えるだけで偏微分の意味になります。これを fx とだけ読むと、fx 特別がつきにくいので、fx のによる偏微分と意味の言葉を言うことになるかなと思います。具体的に3 x に上たす y に上という関数の偏微分だったら、ラウンド d ラウンド dx の後に関数を書けば大丈夫ですし、もっと簡単に関数の式をカッコでくくって、そのカッコの右下に x を添えるという、そういう書き方もあります。 これはカッコでくくらないと、どの範囲を変微分するのかがわかりませんから、カッコは必須です。次へ進みます。さっきも書いたんですけど、この式でこれは要するに y の方は全部ずっと固定したままで、x に関して x たす h と x の2つの場合の関数の値の差を取って、h で割っています。x についての平均変化率のリミットですね。だから微分の定義式という意味では、 高校で習った微分の定義式と基本同じなのですが、変数が2つあるので、x で偏微分するのかとか、y で偏微分するのかとか、そういう話になるということです。具体的に式から偏微分を求めるときには、x についての偏微分だったら、y を定数扱いして、x について微分すれば大丈夫です。y についての偏微分だったら、x を定数扱いして、y について微分すれば大丈夫です。なので、 x と y の式で書かれていれば、高校までの知識で偏微分を計算することはおおむね可能です。次へ進みます。じゃあ、ここに X 3乗す xy+y す二乗という多項式があります。これを x で偏微分しようと思ったら y を定数扱いにするのです。x3 乗はそのまま微分を取れて3 x 二乗ですね。xy ですが、y を定数とみなすので、これは単に y になります。ここが慣れポイントなのですが。 a が定数で ax の微分だったら a じゃないですか a の代わりに y が書いてあれば xy を x で偏微分して y です y 2乗は定数扱いになりますので x で偏微分すると0になります大丈夫でしょうか同じ式を y で偏微分してみましょう今度は x を定数扱いします x が定数なら x 3乗も定数ですからこれは0 xy は y が変数で x が定数ですから、偏微分は x ですね。y2 乗はそのまま偏微分して2 y です。なんといっても y で偏微分するというのに結構抵抗があるかもしれませんが、あくまでも慣れなので手を動かしてください。こういう計算、例変のような式が求められます。次に進みます。ここから先はさらさらと説明しますよ。わかるまで繰り返し再生してください。x 分の y を x で偏微分するのは？ x 分の1の変微分に y 倍することになりますから分子は -y 分母は x 乗になります x 分の y を y で変微分と x 分の1が定数になって y の一次式ですから定数である x 分の1だけが残りますさて次 x の y 乗の x による変微分を求めます y が定数ですから一度 y を n に置き換えて考えると分かりやすいです x の n 乗の n 乗の微分の式の n を y に置き換えたものがこれです。x の y 乗の y による変微分を求めますよ。大丈夫ですかね。a を定数として a の x 乗の微分は多分もう忘却の彼方にあると思いますが。A の, a の x 乗の x 乗の微分の式から x を y に書き換えて、a を x に書き換えればよいので。 ログ X の X ののというのが答えになります最後にちょっと応用です深層学習で出てくる話なのですが WIJ といいいうパラメータがいっぱい出てきます学習モデルには損失関数 L というものがありパラメータを調整して損失関数の値をできるだけ小さくします値を小さくするようにパラメータを動かす原理として L を wij で変微分したものの符号を調べたりします変微分の定義が分かっていれば 原理はわかりますね。まとめます。x についての偏微分とは、y を定数として扱って x で微分することです。y についての偏微分とは、x を定数として扱って y で微分することです。希望としてはラウンド D を用いるか、関数の右下に小さく x とか y とかを添えて書きます。引き続き第2部をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。 理解できたらいいねボタンをお願いします。